たちです。今回は、京急ブルースカイトレイン2900系ですね、80セット紹介します。ちょっと花積もりが一応全部製品名読むか。 A の3862、京急2100型、京急ブルースカイトレイン80セット青空色の京急2100型ブルースカイトレインですね。これこちらの事情で一部車両グレードアップですよ。書いてあるのか、まあ、幅広とか幅狭っていうどういう意味なんだろうか。幅が広い幅が狭いでしょ。いや、そんなことやってたらあれじゃん、レールのあれじゃん。だからなんかそういう意味じゃなくて、なんか別のが違うのかなみたいな。はい、なぜか説明書が入ってない。交換されたカプラたち。で、パンタがね、1個ちょっと取れちゃってるので、この製品のちょっとだから完全な状態ではないです。はい、こちら連結器、こんなんですね。もう加藤の明らかに密連で交換されてます。先頭品川方面泉岳寺、品川方面泉岳寺って紛らわしい。これ今なき57番です。今はもうこれは赤になっちゃってますね。57番、あと前の64番。あ、そうなんだ。屋根はこんな感じ。京急独特のなんかこの大きめのアンテナみたいなやつが、こちらにもついてます。窓はこうもう一本がバーッと連なってる感じで、2000型です。はい、2000型、どうしようかなって感じ。ちょっと地味に車内がね、ちょっと地味にこうなんか塗られてたりは、こういう感じで、あのヘッドの部分はちゃんと赤ですね。映るかな。あ、映ってるね。ヘッドの部分ちゃんとこう赤になってたりします。地味にこういうところを作って、はい、今度ちょっと鳩を見せる。はい、こんなんですね。あ、絶対やらかすんですよ。うん、転落防止ホロとかも綺麗に表現されてます。そういうところは入らなくて、うん、はい、動力、はい、次このこういう鳥のマークとかはよく再現されてますね、うん、はい、まあ、こんなんですね。で、まあ、これが最後尾。これはあの加藤カプラです。こんな感じですね。今日はちょっとまああの北斗さんとで以上、KK2100 型ブルースカイトにした。おじゃあ、ありがとうございました。